ちゃんどうかしたの？こんなに早く電話してきて。エンパリオン！今病院の穴の中で墜落事故した旅客機にエルメスが乗っている。私は戦闘機だ。地面に激突する。脱出方法を探してくれ。は？プッチ神父、ジョリーンの死体は必要ですか？戦闘機のパイロットは死体が全て回収されませんでした。こんな微塵でね。もしもし、落ち着いてお姉ちゃん。何を言ってるのかさっぱりわからない。今からすぐ病院へ戻るよ。違う、エンポリオン。過去の出来事にハマっているんだ。墜落は決定されている。方法は脱出しかない。でも脱出できないんだ。もうダメだ。時間だ。あと1分もない。ジョリーンの戦闘機はさらに早く墜落する。戦闘機を。あんたの言う通り、爆発しないわ、エンポリオ。操縦して旅客機に突っ込んでも爆発しない。するわけがないよ。事実が墜落したって言うなら絶対に墜落するんでしょ。その時まではお姉ちゃんが何やったって爆発はしない。ジョリーン戻ったわ。エンポリオ、次に私がすることは何？6年前のダラス行き2882便の墜落事故には奇跡的に生存者が2人いた。今幽霊のコンピューターで調べてるけど、その座席に行くんだ。その飛行機からの脱出はできない。でも過去の出来事というなら、その席に座ればきっと生き残れる。エンポリオ、早くどの席か調べて。俺が空城ジョリーンだ。ああやって自分の道を切り開いてくる。さて、それでお前にちゃんとやり遂げられるか、ベルサス。うるせえ、偉そうに。よあったよ、姉ちゃん。生存者2名の座席が当時の新聞に発表されている。座席のナンバーはエコノミークラス 51D と 51F だ。かなり後方だ。墜落時刻も21時33分というのは間違っていない。事実だ。走れジョリー。敵が中に入ったぞ。私たちより早く座席に行き、座席を破壊するつもりだ。墜落まであと32秒。大した問題ではないのだ。座らせなければそれでいい。ただそれだけで事実は終わる。ほら、エルメス、座席を守るんだ。座席を確保し、この墜落から生存できれば奴の本体に迫れるはずだ。生き残って本体に直接拳を叩き込め。シートは壊せなかったが、座れるものか。あと21秒しかない。繰り返すよお姉ちゃん。座っていいのは 51D と 51F の2座席だけだ。それ以外の座席は座っちゃダメだ。記録によると周囲の座席は衝撃と爆発で全て吹っ飛んでいる。凄まじい不幸の中でたまたま起こった神様の気まぐれ、真空地帯なんだ。座席に座ったら必ずシートベルトを締めて、スタンドで身を守らなくては。無事ではいられない。どけ、この座席をもらうぞ。おい、何するんじゃ。うるせえ、どっか行ったら。お前らは単なる事実だ。生存者という事実、人間でもなければ魂なんかでもない。お前の本物はどっかで生きてんだろ。どいてな。ジョリーン痴漢だ。シートベルトを締め。